日。はい、10月10日、不思議なキノコの世界、今回は、ゲストとして、神田椿さんをお呼びして、1時間放送をいきたいと思います。神田さんというと、最近ゲスママという、ですね、本、文章不得意なんであれなんですけども、いえ、はい、まあ、30代で離婚し、シングルマザーとなった女性が、子供と共に生きていくために、AV 女優となったことが綴られた、新書籍、ゲスママ。ちゃんと読んでくれてるじゃないですか。嬉しい、ありがとうございます。はい、で、などの、話、それからですね、神田さんは、今まで、波乱万丈な、人生を送られてきてると思い、僕は今回、チョイスさせてもらったんですけども、そういったことですね、人生のお話を、いろいろと、聞いていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に、ゲスママ、はい、この間出されましたよね。いつぐらいに？1年前、はい、もう1年経つんですね。1年経っちゃいましたね。はい、はい、一言で言ってどういった作品ですか？はい、本当は最初は、はい、子育ての話を書いてくださいって言われたんです。ああ、そっから膨らんでいったという、はい、で、なんかでも、はい、あんまり嘘くさい本は書きたくないなって。ああ、で、だんだんディープに本当のことを書いたら嘘書くより本当のことを書いた方がディープな人ってなかなかいないですよね。そうかもしれませんね。で、子供のことを書こうと思っても覚えてないんですよ、はい、全く。ああ、なるほど、はい、どういうふうに子育てをしていったのか。あんまり書いてなくて、で、はい、時々ものすごい子供に反抗されて辛かったみたいなことは書いてあるんですけど、はい、それだけでは本にならないので、はい、ここ書いてますもんね、愛よりも性っていう。愛っていうのは子育て愛っていう、そうですね、子供に対する。子供に対する愛でもあるし、男性に対しても、普通ね、38で離婚したら再婚します、はい、みんな子供が2人もいたら、はいはいはい、でももうなんか男性と愛情をどうこうってあんまり考えらんなくて、はい、ほとばしるように我慢してきた性を解放しちゃったと、はい、逆に、はい、でそのきっかけが離婚して最初に遊びに行った金箔美研究会っていうところだったんです。あれ、ぬれきさん、ぬれきさん。ああ、なるほどなるほど。知らないんですよ、はい、ぬれきさんっていう立派な、はい、名はし偉い人ですよね。今ここで見てる人たちは分かんないかもしれないですね。もう亡くなられてどのぐらい経つんですかね、うん、亡くなられてでももう3年経つんじゃないかな。あ、どうでしょう、まだ3年なんですね。ぐらいか、はい、3年。大先輩、中明さんの師匠。そう、そうなんです。だから中さんの若い時にお会いしてるんですよ、一回。あ、そうなんですね、はい、うん、素敵な人だなって思って見てましたよ、はい、なんかモノマネが得意でしたよね、ぬれき先生の。でもやっても誰も分かんないと思うんですけど、ぬれきさんっていう人はとっても女の子の心が分かる人なんで、話してると自分も女の子になっちゃう。ああ、それであの話し方になっていくっていう。私たちがこう縛られて取られてる時に先生は縛った後こう見てるじゃないですか、はい、と、どう、彼女恥ずかしい、うん、って言うんですよ。ちょっと可愛い。ああ、うん、なるほど。なんかその女の人の気持ちが分かるっていうのはどういうところでそういうふうに、あのね、金美犬のすごいところは、はい、縛り厳しいんですよ。めちゃめちゃ縛り厳しいんですけど、はい、性器にバイブ入れるとかは絶対しないのね。ああ、もう縛りだけにこだわっていく、はい、でもね、これキノコさんならわかると思うんですけど、はい、バイブは入れないけど、マタナーは思いっきりやるんですよ。それももう、マタナー僕も大好きですよね。食い込んじゃうぐらい、大好きなんですか。はい、じゃあ、だいぶ食い込ませてきたってことですね。食い込ませまくり研究会でしたね。またなわ研究会。またな、で、なんか、ね、その上で怒られちゃいますけど。あ、怒られちゃうかもしれないけど。はい、だけど、ね、基本というか、うんうん、ね、空手でいう政権好きみたいなところありますからね、またなわっていうのは。だから、はい、なんか、女性を支配するっていう、女の気持ちが分かってるなって。やっぱそこで、テニスとかバイブが出てきちゃうと、自分
分の中には入れなくて、相手と自分の関係をうまいこと繋がなきゃいけないなって思うじゃないですか。でもね、あの自分の中に入っちゃっていいからねって言われたの、私最初の時は。ああ、楽になるんだ、気持ちが。楽になっちゃって。なるほど。僕も昔なんか、私なんか行ってみたいんですって言われて、はい、縛ってくださいって言われた時に、はい、縛り終わった時に電話持ってったら毛がらわしいって言われて怒られたことあります。それが女の子の気持ちじゃないですか、ね、そうなんでしょうね。全然わかんない、未だにわかんないんですけど、未だにわかんない、はい、よく怒られます僕も。はい、まあね、こう AV とかだとね、まあ、電話とか使って華やかに行ってほしい、華やかに派手に、じゃ売れますしね、うんうん、見せ場をたっぷりやってほしいっていうのはありますけど、はい、この、ゲスママを、はい、あの見る方にどういうところを見てほしい、はい、ゲスママは、はい、こういうふうに生きたらいいですよっていう本じゃないんですよ、全然。あ、こういう人生もある、うん、あ、なんか、さっき喫茶店でお話してたんですけど、はい、若い女性に、同世代の女性にはよく怒られるけど、うん、怒られるんですよ。だけど、若い子にはなんか人気がある、はい、人気ある、同意される、同感される、なんかね、安心しましたって言われて、安心する、あ、こういう生き方でも生きていけるんですね、はい、悪口も取れますけど、でもね、はい、悪口 OK で、私はね、母性本能が全然ない人間で、はい、赤ちゃん可愛いとか子供欲しいとかなかったんです、はい、全く。だけど結婚したらやっぱり子供作れって言われて、はいはいはい、子供作っちゃった。だけど自分がまだ幸せじゃないのに子供を幸せにできないんですよ。ああ、幸せの人じゃないと幸せにはできない、うん、なぜなら幸せを知らない人には幸せを教えられない。だからもう怒ってばっかりいて、こうやったらああやったらこんなことしてるとこうなっちゃうわよばっかり言ってて、はい、で自分が性の世界で仕事をするようになって初めてこんなに楽しいことがあるのかって思ったんですよ、うん、なるほど。だから間違いだらけのお母さんの本で、はい、なんか今やっぱり子供を持つの自信ない人いっぱいいるでしょ、はい、でこれじゃあもう人生録みたいなもんですか、私小説って感じ。あ、なるほど。じゃあ、はい、今日話していくことに興味があれば、はい、これを買うとまたさらに分かるっていうことですね。そうだと思います、はい、うん、どういったところで売られてますか。あ、これで、もう1年経ってるので紀ノ国屋の本店ぐらいにしかなくて、はい、あとはアマゾンでゲスママで、ね、はい、カタカナゲスママで出てきますので、はいはい、読んでみてください。 はい、なんかすげえ話だなすげえ話。あ、でもあ、オキシトシン出ないのよ。そうなの、そうなの。でもね、幸福物質、子供のことが大好きで、子育てが大好きな人しかお母さんになれないっていうのもおかしな話で、あ、うん、でなんかやっぱり子供の反抗とかうちはすごかったです。その時私は反抗期、うん、思ったのは、はい、私は親に反抗してないのにどうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだと思ってもっと子供をギュ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 やっちゃったんですけど、あ、うん、なるほど。その今いろいろあって私が家出ちゃったりとかね、はい、家出ちゃって新宿に住んじゃったりとかね、いろんなことがあって、はい、今あ、家出しちゃった、うん、子供より先に家出しちゃったって、家出しちゃったっていう、あ、で子供もなんかそうしたら家出しちゃったりとかしていろいろあったんですけど、あ、家出に対抗してみたいな、はいはい、今やっともう子供もう一回大人なんですけど、はい、やっと対等に話ができるようになって子供同士で笑ってます、はい、まあ、うちのお母さん肉よけで行動しちゃうからとか言える大人になったけど、はいはい、やっぱりそれで許されたって私が思っちゃダメなんですよね、はい、やっぱり12歳の時しかできないことを15歳の時しかできないことをやってあげなかったから、あ、うん、なるほど。その分これから向き合っていかなきゃ。あ、子供ね、子供ね、今ナースあるある、はい、ね、30つと26つもう大人なんです。ああ、もうそうなるんだ、はい、なっちゃいましたね。僕もなんかだいぶ前、何年前、8年前とかなんかぐらいに、うん、そんぐらいだったよ。出ると思います。ですよね。上の子があったのかな、きのこさんのこと知ってる、はい、なんか一緒にダーツやったような記憶。本当？ダーツやりましたね。あ、ダーツやったかもね。はい、でね、下の子はね、きのこさんに会ったことないんですよ。で、きのこさん
と 友達なんだよって言うと、ね、いやママそれ偽物だからって言われて本物だよって言ったら本当のキノコさんって電波組とか縛ってるんだよとか言ってママみたいなねSM ゴロとね友達になるわけないって言ってた。マジですか？あなた有名人なの、スターなの。ほんまですか？うん、はい、あ子供何してるのって、ごめんなさい、いろいろ喋って、はい、子供ね、あのなんかエロライターとかやればいいのにって私は思ってたんですけど、普通の OL になっちゃいました。でなんか言われました、あの平凡な人生が一番だって、お母さん見ててよく分かりましたって。なるほど、反面教師になってるわけですね、はい。うちの母ちゃんがずっとスナックで俺を育ててくれてて、はい、でめちゃめちゃ貧乏で、もう引っ越しとかもだん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 なんかランクの低いところに引っ越していくんですよね、うちもそう、めちゃめちゃやばかったですよね。なんかね、そういう時子供って不安になるじゃないですか。そうですね、だからなんかご飯とか食べる時とかも、はい、もうおかず一品減らしていいよって思ったりとかして、なんでこんなんか痩せ我慢して余計一品増えたりとかするから、うん、あそうかも。でも私はそういうお母さんじゃなかったから、はい、なんかこう結構テレビゲームとかしててご飯作んなかったりしたこともあるし、うん、あ全然うちの母ちゃんパチンコしまくってなんどっから出てくるのって。パチンコは時々儲かるからまだいいよね。テレビゲームは1円もならないよ。いやそんなことないですね。いやもうめちゃめちゃなんかもうそれなかったらもうそれが趣味なんだろうなって思いながら。だからね、はい、そう本を出したのはそういう自分を正当化しちゃいけないなっていう思いもあって、はい、で子供の中でうちのお母さんお金はなくて SM やってたのかなっていう思いがあったんですけど、はいはい、私ねお金がなくて SM とか風俗やるっていうのはすごい立派なことだと思うの。それはちょっとも恥ずかしくない、はい、でも私はもううちの母ちゃん見てても怒ってましたからね。怒ってたの？怒ってました。あ怒ってたでしょ、そうでしょ。そうなんだよね、はい、それはね全然いいんだけど、私は自分が SM したくてやってた部分があって、うん、はい、ぐちゃぐちゃに仕事だって言ってみたり、はい、好きな男の人と泊まるんだって言ってみたりぐちゃぐちゃしちゃったんで、はい、本当のことを書こうと思って書いたら恐ろしい本ができてしまったのがこの本です。もうなんか娘とか読んでんですかこれは。あのね私見せないつもりだったんだけど、あのゲラっていうの、はいはいはい、ゲラをゴミ箱に捨ててたら全部読まれちゃってで子供から元の夫にまで回覧で回っちゃってって、はい、まあ読もうと思ったらもう、はいはい、で全世界の人たちが見えますからね、はい、でなんか元の夫が泣いちゃって、はい、元の夫、はい、ああ元旦那、はい、あはあはあ38で元の旦那が読んで、あか書いたんですか、はい、旦那のこともちょっと書いた、お母さんのこととか神田さんのちょっとってちょっとじゃねえからなそうね、でもなんか許してくれたんですよ。謝ったんです電話でごめんなさいって言ったら、はいはいはい、いや俺は読んで泣きましたって言ってくれたから、はい、あの泣いたっていういろんな種類の泣きがあるんですけど、うん、どの種類の？なんかねうまく彼は説明してくれなかったけど、少なくとも私がふざけたつもりでこの本書いたんじゃなくて真剣に本当のことを書いたんだっていうことは伝わったみたいでした。それはね、うん、嬉しかった、うんはい、うん、元夫にまで本当本当、うん、あ娘大変そうだ本当大変なのかわいそうなのただまあ本音で生きるっていうのはね大事なことだなって思うようになりました、うん、何人か男性出てきますよね。あの一部ですね、私はもう出会い系でご主人様を探しまくって、ね、フィッシングって言ってましたからね。フィッシングって言ってました、神田漁業とか言って釣りでも行くのかなと思ってたら、ああそうなんか出会い系で釣ってるっていうそうでもその中で特にディープなことをした人、はい、7人ぐらいをこの本の中に書きました。7人の技師どうなんだろう、7人の技師、うん、そうですね、そうなんですかね、うん、でもやっぱりねそれはね愛ではなくて、はい、私は自分の性を実現したかっただけだから、はい、恋愛には至らなかったんですね。どれも性を実現したい、うんうん、あの神田さんにとってその性あの何ていうんですかね、うん、性としてのジャンルのその欲求を満たすっていうものってポイントって何なんですか？あのそれはね最初自分も分かんなかったんですけど、あの私はものすごくコンプレックスが強くて、自分の姿とかいい釣りをしたもんだ。え何いい釣りをしたもんだ。いい釣りをしたもんだ本当に。やばい釣りだね。やばい釣り。あのっていうかコメントめちゃめちゃ多いですよ。
本当だ。このまだ15分しか経ってないのに280コメントってなかなかない、うん、なんか怒られそうでハラハラしながら見てるんですけど。アマゾンで注文してましたって。早速ありがとうございます。すいません、でもあの楽しんで読んでもらえるといいな。で私はそういう自分を1回でいいから、うん、肯定したかったんですよ、はい、であの年頃になってセックスしたりキスしたりした時になんて自分は気持ち悪い顔してるんだろうって思ってたの自分のこと。え、なんでオナニーとかした時に、はい、あ、オナニーを自分で見てた、大丈夫かなって。男にこの顔見られてるんだよなと思って行った後こう鏡を置いといてこう鏡見るんですよ。そうするとなんか眠たい猿みたいなものがいるわけそこに。でこれが私の生き顔かって思ったら、ああもうダメだって思って、はい、じゃあ SM でギリギリ極限の自分を出せば眠たい猿じゃなくなるんじゃないかと思って、はい、いろんな人とやっちゃって、はあ、相手も迷惑だよね。なんかね、スパークしたかったわけですね。あ、そうですね、スパークしたかった、うんうん、いいですね。そうだからいろんなことスパーク椿って書いてますね新しい肩書きがスパーク椿です。そう本当に相手は迷惑ではないかどうかはゲスママ読むと、あ、これは嫌だなって思うかもしれない。結構ね、私は男に逃げられまくります。はい、うん、やりまいではないけど、はい、もっと面倒くさい嫌なものじゃないですかね。はい、はい、あ、このダダレっていうのはこの間、はい、あのゲスの極み の、はい、あのスクープされた川谷さんがプロデュースしてる新しいバンド。川谷さんの音楽ってすごく良くないですか。僕大好きで、私毎朝聴いてるの大好きなの、はい、だからゲスママ現場来てて、はぁ、あ、現場も来てたし、打ち合わせでずっと1時間話してこういう風にしようとか、じゃあ少し川谷さんオーラどっかについてるかな。そうですよ、あの人の音楽は大好きですね、はい、そうですよね、うん、で僕もなんかその音楽聴いたんですけど、はい、やっぱ川谷さんのあと歌い方も、うん、川谷さんが作曲してるんですけど、はい、女の子が歌ってて、はい、僕はなんかそのこの子にはこの子の良さもあるけど、うん、川谷さんがやっぱ歌うとなんかやっぱちょっとワンランク上になるのかな、うん、声もねいいですよね、はい、いやでもすごい素敵なね出来上がりになってますね。初めて好きなものの趣味があったかもそうですね、あのきのこさんとは結構付き合い長いんですけどね、はい、11年目かな今。そう、昔神田さんとはね、ちっかさんっていう人にそうそうそう、からのあれで、この一緒にショーをしなさいね。そうですね、うん、最初デラカブで、はい、デラカブっていうですね、そうだ、ショーもさせていただいてありがとうございました。でなんと緊迫せずに一緒にショーをしたっていうなんか縛るの嫌だったみたいでいやいや僕もね今もそうなんですけど、やっぱしいいものをね、うん、いっぱいね、金箔といういい料理を食べてきてるんで、はい、その時には全然及ばなくて、いやいやいや、そんなことないんですよ、ね、本当に。それでなんか僕がビビって、じゃあ生使わないでやりましょうってなって。え、そうだったの。私あんまり縛られてないんですよ、だから、はい、なんで今日は数少ない私のプロに縛られた写真を持ってきたんで、はい、見てもらえると嬉しいかも。あ、これがね、濡れ吉毛先生の縛りです。足綺麗、本当、多分初めて金美犬に行った時じゃないかな、うん、これでまた名は入ってるんですか、はい、また名がね、この後入りましたね、この段階で入ってないです、ね、あー、すごい後ろで合掌が、この脇がつく。そうなんです、これはね、後ろで合掌って今でもこうつきますよ。わー、これなんか伝説の腕ですよ、すごい。これね、杉浦先生がこうやってピタッとつく女いねえかって言って、はい、僕なんか結構100人はいかないですけど、それ近くいたんですけど、はい、なんか一人いるかなっていう。だから私杉浦先生の現場よく行くじゃないですか、はい、手伝いで、なんかこうさりげなくふんふんとか言ってこんな風にしてアピってるんですけど、先生は見て見ぬふり、私のことはそう見て見ぬふりで縛っていううまいんだよね。まあいいや、いやいや、奇跡の体ですよ、懐かしい。後ろでガシマ濡木先生の縄は本当になんていうのかな、全部が同じ強さでかかってたんだなって思うんですけど、私は素人だったから、はい、何にも分かってないで、あー、そうですよね、はい、なんかすごい下手くその人に縛られてから自分とこ来るとなんか感動してくれるんですけど、普通に来ると
あ、こんなもんかみたいな。こんなもんか。すいませんっていう。贅沢な僕もそこをね、また超えなきゃいけないね、壁、なんですけどね。でこの頃は、この月に1回の展示券しかないから、もう縛られたくて縛られたくて、はい、とうとう自分で縛られてる絵かなんか描いちゃって、これ多分次の画像で描いてるんですけど、はい、こんな絵描いたりしてて、でもこれ間違ってんですよね。これじゃ縄を上にすっぽ抜けちゃいますよね。これはまあそうですけど ね、まあ、ですけどちゃんと食い込んでいればで真似しぼりが好き。あ、なるほど。あれだけど結構絵うまいですね。本当ありがとう、はい、本当ちょっと立ってますけどね、ピヨンと上にちゃんと、うん、ビンっていう感じだって、ね、胸の下にもちゃんと縄を描けばよかったのにさ、はい、そうそうなんですよ、うん、あ、絵うまいって書いてくれてありがとう。うまい、好きなものだから描いたんだと思う、きっと、うん、パンツがちゃんと半分おしゃれてるっていうのがまたいいですよね、恥じらいなんかね、ちょっとね、はい、ぬれき先生はそういう表現が好きだったんでこういうもんだと思っちゃいました。全部おろしちゃダメなんだって。なるほど。女の子がこうやって身をよじって隠せるぐらいのところまでしかおろさない。なんか杉浦先生と結構ずっとコンビ組んでたじゃないですか、はい、そうやっぱそこをうなずけるなって今の話で、うん、あ、やっぱし同じ思考なんだなって、うん、僕もその、なんか杉浦先生とかになんかよくそういうこと言われるんで、はい、うん、キノコさんはすごく杉浦さんのところで一生懸命やってました、ね、そうですね。僕ね、杉浦先生からとにかくいろんなものを吸収しようとして、うん、まずしたことが、はい、あの言いやすいキャラを作る、怒られやすいキャラをわざと作る。頭いい気持ち。めちゃめちゃ怒られるんですけど、はい、もう言いたいことを言うじゃないですか、うん、他の博士には言わないことを全部言えるようにして、うん、はい、だから勉強させてもらいました。自分の身になる感想をしてた。なってます、はい、この人すごいですよだけど そのうち、うん、なんか僕の顔を見ると怒るようになってきてあれ、なんか怒られやすいキャラじゃなくて顔を見るとムカつくみたいな感じになってきてるんじゃないか。そんなことはないと思う、ちょっとやりすぎたなっていう。可愛がってる人にはご子息とかにやっぱすごいわ。そうなんですよね、高谷くんとか ね可愛がってますよね。可愛がってる、あれは先生の愛情ですよ、はい、うん、次どんな画像でしたっけ。はい、お願いします。あ、これ誰の縛りか分かります？知ってる人です。日本人じゃない。誰ですか？これね、まだね、2000… ああ、わかった。村川だ。そう、村川。よくわかります。村川っていうとね、なんか日本人の響きありますけど、めちゃめちゃ、うん、あのロンドンに住んでいる、はい、なんていうんですかね、日本人マニア、日本マニアです、ね、日本マニアでお遍路さんとか行っちゃったりとか、浮世絵も描くよね彼はね、はい、しかもあの人なんかアメリカンエクスプレスのカードの絵を描いてる。 それキノコさんから聞いてびっくりした、はい、うん、それなんか大人さんから聞きました僕。あのあれでしょ、アメックスのカードって甲冑かぶってる横顔。そう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 、はい、ね、めちゃめちゃ上手ですよあの人。僕も1枚もらったんですけど、うん、なんかすごいなんか、なんていうんですかね、うん、女の子が責められてる絵なんですけど、うん、ここら辺でカプセルがポッてなってここから管が通って、なんか機械に入ってみたいな。あ、素敵。でしかもそれが全部和室で行われてる、搾乳してるみたいな。搾乳、そうですかね。かっこいい、サイバー感のある和室。しかも小窓が開いててちゃんと富士山が見えてるっていう、必ず富士山入れてくるんですよね。あ、そうなんですか、うん、私いただいた絵も富士山入ってた、そうそう、ね、そこが大好きです。うん、今でもなんかフェイスブックでたまにコメント、うん、富士山好きなのかな。富士山、うん、そうですね。ペドロも富士山が好き。あ、そうですね、うん、あと出てきますよペドロの。出てきますね、出てきますね。あのあれのでしょ。え、何でしたっけ。まあいいや、はい、じゃあ、はい、はい、続いて次行ってみましょう、はい、はい、これはみんな大好き明智先生。僕の縛りの、はい、あの何ですかね、王子師匠様というか。あ、そうなんだ、原型ですね。僕カンナさんから習ってたので、はい、あ、カンナさんはね、はい、明智先生系ですもんね。そうですね、これお亡くなりになる1年前だから2004年とかじゃないかなと思うんですけど、はい、いや寂しいですね今見ても。なんかね、やっぱり、ね、亡くなられる前ね、はい、変でした。後ろに立たれた時に後ろに立って縄始めるじゃないですか、はい、なんかね、気配がなかったの先生も。そうなんですよね、うん、縛りってやっぱ気の伝導なんで。ですよね、
悪い人に縛られると気持ち入ったりとかします。あ、します。なんか邪悪なものが、ね、そう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 。で、僕もなんか、うん、よくデパ地とかで縛るじゃないですか、うんうん、なんかリス化してる女の子とか、うん、なんかすごい振られたんですとか言ってる女の子を3人連続ぐらいで縛るともうぐったりしちゃって、うん、あ、やっぱりそうなんだ。僕めちゃめちゃなりますね。もうすぐなります。縛り手の人もなんか受けちゃうんですか。僕すごい受けますね。そうなんだ。縛り手の方が受けんじゃねえかなっていう。あ、そうなのね。やばいですね。すごい、まあ、サージャーさんに行って、うん、その気をまたもらってもらうっていう、うん、まあ、サージャーさんかわいそうですけど。ああ、そうか、はい、そうだよね。どっかに出してこないと ね、 ですもんね。なんか相手の波長にまず合わせてから上げていくんで、うん、自分の場合は。明智先生は不思議な人だったな。こんな優しい人は見たことない。ね、縛り方はそうですね。明智先生の感じでしたね。ね、僕初めて明智先生の縛り見た時に、うん、あ、これが人縛るっていうのかっていう。あ、そうなんですか。はい。なんか相手の欲しい場所をなんか想定しながら、欲しいタイミングで縛るし、欲しい強さで縛るし、うん、で、だん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 その相手の心が開けていくというか、うんうん、で、心境とかも探ったりするので、はい、なんかその強い縄がいい時なのか、うん、弱い縄が優しいふんわりした縄がいい時なのか、うん、まあそういうのを感じ取りながらやってて、亡くなられる1年ぐらい前に僕ちょこっと習ったことがあって、はい、あ、じゃあ割と同じような時期だと思います、はい、そうですね。もうなんかその喋れてないんですよね、うん、その時期から、うんうん、でも最後の講習会ぐらいのもんだったんですよね。あ、じゃあこれはちょっと前かな、半年かそれぐらい前ですね、はい、だからまあこの人いなかったら今の自分なかったなって。うん、うん、はい、明智さんはやっぱ苦労人なので、はい、本当にお子さんの時から苦労されて、はい、そうで、あ、これだ、これは持ってる人いるかな、ファイナル伝説持ってる方いらっしゃいませんかね。ちょっとコメントで今見ちゃうんですけど、あれですよね、はい、SM 大会の初めの、そうですね、劇場でやっていた、ね、ある劇場でずっと行われていた、うん、マニアさんに向けた、はい、縛りではなくて SM の、うん、イベントですね、はい、1日、6組出て、うん、まあね、1日2回、3回、そのコントじゃ3回か、うん、3回、ショーをするっていう。私もこの最後の時に出て、そう、2006年最後の年で名前がありました。はい、はい、で、これが僕ショーとしては、はい、はじめきのこという名前で出た最初なんですよ。デビューなんですよ。そうだったんだ。はい、そうだったんですね。デビュー戦で、で、僕もなんか、はい、そのフェティッシュバーをやってたので、はい、うん、そこでいろんな縛り師さんとか SM の人たちとが来てて、で、僕もやりたいなと思って、で、そういう感じで、どうですか、はい、そうですね、縛りなんですけども、その時にもうすでにサイバーロープをやったっていう。そうだよね、はい、最初からね、そういう方向性でおやりになってて、なんか縛りだと、うんうん、やっぱしその本当に見どころのある縛りじゃないと、うん、はい、もうなんかつまんなくて寝ちゃう人とか出てくるんですよね、うん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 、で、僕もなんかいろんな人呼んでたんで、うんうん、もう縛りのショーってめちゃめちゃ退屈だなって思いながら見てた方だったんで、うん、でそれで光るとかすごく形が変わるとか、はい、そういう風にしないとお客さん喜ばないなと思って、 そういうことで、それで光るっていう感じでした。この大会での出会いって結構多かった感じで、はい、私は出た時はね、2004年か5年か、はい、その辺なんですけど、はい、アリス・エボーさんに、はい、若林美穂さんと交代で縛ってもらって、亀山さんその頃から出てたの。すげえ。そう、まだお嬢ちゃんだったよ、本当に、うん、お嬢ちゃんだったけど本当に踊りは上手くて、はい、でも今もすごいですよね。なんかさ、あのそそとした感じで、私めっちゃ縛りとか SM 好きなんですって言われて、私困っちゃって、こんな綺麗な人にそんなこと言われて、はい、じゃあ SM やろうぜなんて言っていいのかなって思っていましたね。ていうか、これを、うん、この画像をなんかペラペラ見せられて今、はい、もう皆さんすごい、はい、なんていう人生を送ってるんだろうっていう感じに思ってるんじゃないですか。この頃が私一番家庭をほっぽり出して活動してた時期でしたね。もう止まらなかっ
ったんですよね。なんかこう、はあ、やるたびに入っていく。AV に入って。AV に入ったのは2006年ですね。あ、この、これより前にもう行ってたんですか。あ、これの最後の年ぐらいからに AV に、うん、あの自分の会社作ったの。じゃあ AV が後なんだ。じゃあ SM は、あ、そっかそっか、人の作品出たのはこれの前からですかね。この前にも出てた、うんうん、ただ私は本当にスカウトされたわけじゃなくて、はい、縛られたいから出してくださいって言ってるだけで、うん、お金になるほど稼げなかったです。 もともとじゃあ SM が好きなのは最初だったんですね、うん、はい、そうなんです。それで どこで好きになったんですか。どういう、それね、ゲスママに書いたんですけど、はい、5、6歳の時に隣の家のお兄ちゃんに縄跳びで縛りたいって言われたの。そいつもそいつですね、うん、その頃のテレビって毎日女の人が縛られてたんで、はい、時代劇でもアニメでも、はい、だからやりたくてしょうがないの私たちも、はい、でも私はそのお兄ちゃんに言われた瞬間にやめて、見抜かないで、私が縛られたいのなんで知ってんのと思って、絶対嫌だからバカみたいなこと言っちゃって、もうその後後悔して、もうされたすぎて嫌だって断っちゃったわけですね、うんうんうん、すごい、そういうの分かる。なんかありますよね、そういうのってね、興味ないふりしちゃうんですよね。興味ないふりしちゃいましたね。女の子ですね。女の子でした。そっから、はい、そっからまたそのなんか寸止めみたいなもんじゃないですか。はい、寸止め。それでまた欲望が燃え上がり、うん、でその次の出会いは何だったんですか。結婚してた時もずっと縛られたくて、はい、なんか男女六先生の花と蛇とか読んだりとかしてたんですけど、はい、やっぱり夫は普通のことを普通にやろうよっていう真っ当な考えの人だったので、はいはいはい、離婚した時にじゃあもう離婚しちゃったんだから、はい、好きなことしてもいいかなと思ってさっきの金箔美研究会に行ってハマったっていう。ああ、それは調べたんですか。インターネットないですよ。ああ、あの出会い系で男の人に言われて、あなたはちょっと重すぎるねって言われて、重すぎる、僕が縛るにはちょっと面倒くさいから、はい、体重だよな、何かが重すぎるってことですね。何が重すぎる、だから金箔美研究会ってとこに行きなさいってなんか放り出されたっていうか、はい、施設に預けられるような感じで、はい、それで立派に今更生してまたな、大好き人生にだったんですよ。すごい、はい、じゃあ次の画像を出していただいていいですか、はい、これはね、これはちょっと誰の名だか分かんないかな、この写真だけだと、あの三浦匠さん、あ、私三浦さんが一番たくさん縛ってもらってるんですよ。そうなんだ、はい、三浦さんのところで今もやってらっしゃるあの金箔道場のモデルやらせていただいて、はいはい、でこの時はね楽しかったの、みんなで合宿に行って、そういうのありましたよね、はい、昔ね、はい、うんうんうん、潰れかけてるお寺に行って、そこであのそこに住み着いてるおじいさんがいたんで、はい、そのおじいさんにお庭を貸してもらって、こんなことを、縛り大会、縛り大会、楽しかった。顔白塗りにして、すごい、これ白塗りなんですか。白塗りなんですよ。でもなんかね、ちょっとね、この右側の方にお墓がいっぱいあってで、なんかあのこれ写真は圭さん、もう幽霊出たら逃げられないじゃないですか。逃げられないです。菅野圭さんが撮ってたんですけど、カメラ壊れ て、圭さんこれ撮ったの。そう、圭さんなんですよ。すごい。途中でカメラ壊れて、でなんかみんな霊だ霊だとか言って、そうですよ、霊です。で私縛られてるのにほったらかしてみんな逃げちゃったんですよ。マジで、それもう完全にプレイじゃないですか。それ楽しかった、すごい面白かった。お墓って言ってもものすごい古い江戸時代からのお墓だと思うから、あー、もうだいぶ昔の、はい、もう霊力も高まった。そう、やばい、コテコテした感じの、はい、面白かった。おっぱいとかツンツンってしてるかもしれないですね、はあ、霊がねえ、されてるかも、ね、もう下半身ないんでね、あのあそこは使えないと。でもね、この頃の自分は相手が幽霊でもツンツンされたいぐらい欲望の塊でしたね。わかる。俺もなんかね、うん、あの北海道で、あの若い頃働いてた時に、はい、あの金縛りにかかったんですよ。で、女の気配がするの分かったんで、もうその時なんか、なんていうんですかね、もうすっごいムラムラしてて、若い頃もう毎日ムラムラしてたんですけど、出たら犯してやるって思って、下がなかったらもう上も使ってやるって思ってたら、そこから一回も出てこなくなりました。あ、勝ったんだ。勝ちましたね、欲望で邪念がこっちのがすごかったっていう。ちょっとね、尊敬の目でね、しげしげ見ちゃいました、本当に。邪念で幽霊を撃退するのか。
あ、この人犯されるって思ったんですかね。あ、でも女の幽霊だったらそれあったかもしれませんよ。お茶飲んでいいですか。はい、すいません。盛り溶けちゃいました。おいしい。そうですね。次どんな写真だったかな。はい、お願いします。おお、ペドロ。ペドロさんです。すっごい、これレオタード着てるんですね。あの網のレオタードあるじゃないですか。はい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 。そう、それで今日はあの公開するために。どうですかこれ。ね、これはね、日本じゃないですよね。いや、日本なんですよ。その辺です。その辺、新大久保の公園の近くのどっかの。はい、これなんか部屋を借りた。めちゃめちゃマニアックじゃないですか、この縛り。縛りも鉄砲縛りって言ってるマニアックなんですけど、うん、このレオタードの下にパンストを履いて、うん、パンストの中にまたパンツが入っているっていう。そうなんです。これめちゃめちゃマニアックですよ、これ。なんか変ですね。すごい。私履く順番間違えてるような気がしてきたな、どんどん。これどっちがリクエストしたんですか。神田さんがもう履いてったんですか。履いてって、その上からこれを着てくれっていう流れなんですかね。いや、全部私物だった気がしますね。すごい。なんか間違えてますよね。色気がない、これ。おかしい。いや、だけど、まあ、多分これ杉浦先生が好きだと思いますね。これやりますもん、こういうこと。なんか、やぼったい、こういうの好きですよね、はい、先生。あの、ペドロさんとは全然言葉が通じないから、彼のリクエストがない。これ、何年前ですか、これ。明智先生が亡くなって1年後ぐらいですね。1年後？じゃあ、もう10年ぐらい前じゃないですか。かな。それぐらい。でね、この日ね、あの通訳をしてくれたあの、はい、アリスさんという女性の方と、はい、あとこの時縛りを教えるんで西勝先生が来てた。西勝先生、はい、明智先生の側近。そうなんです。そう、はい、で4人でお食事した時に、そのペドロさんが自費で苦労して日本に何回か来られてることを、はい、西勝さんはすごくあの応援したいと思ってて、はい、ペドロさんにプレゼントしたんですよ。何が出てきたと思いますか。何ですか。明智先生愛用のサングラスをプレゼントした。ああ、使ってましたよこの人。あ、じゃあ今も持ってくださってるんだ。僕なんかさ、あの今、はい、いろんな縛り師が海外で教えてるじゃないですか、はい、その流れを作った出来事っていうのは自分が、はい、あのやったことがきっかけになって、はい、で自分の縛りのグループを一回連れてったんですよ。おあの10人、10組ぐらいかな。でそこで、日本の縛りイベントをやったんです、はい、ロンドンで。その時に出てて、なんだっけな、そのグラサンをして、はい、3名来て、うん、誰もそんな縛りをしてないのに、はい、格好して日本人じゃない人が日本人らしい縛りをしながら、うん、金箔とはとか言って、縄は黒子であり、なんとかかんとかでって言って、で英語でなんかアナウンサーがあれしながらで喋って、この人、この人も本当すごいですね。だからさっきの何枚か前の画像で先生がしてたサングラスを今ペドロは持ってるはずですね。僕もね、片見分けしてもらったのありますよ。あ、そうなんですか。あのサムエですね。僕バーニングマンで来てました。マジでバーニングマンで。バーニングマンのね、画像をね、仲の良いゲイの人たちが送ってきてくれて、はい、なんかこれはキノコさんだから送ってあげたって言ってきてくれて。マジですか、うん、ありがとうございます。サムエ来てたと思う、確か。あとでね、僕も画像を何枚か撮って、はい、あの見せていきたいと思います、はい、まずは神田さん、はい、続いて。あ、これはね、最近結構最近50代になってからはい、いや、めちゃめちゃ最後のヌードですね。これサコカメラさんっていうカメラマンさんがいて、はい、AV のあなた許してシリーズとかの。あなた許して見た。あれめちゃめちゃ名作じゃないですか。でしょ。で、あなた許して、落ちていく感じですね。そうそう、だんだんと撮ってるなぎらさんっていう監督さんが本当天才なんですよ。はい、で私なぎらさんに脚本を教わってるんです。あ、そうなんですね。あ、今あのお仕事はじゃあ何をされてるんですか。そうそうそう、大事なことです、はい、私今はあの、シナリオ、 AV のシナリオ、ドラマものがあるんで、そのシナリオを主に書いて、うん、あとは、日刊現代にマゾ女のキス、日刊現代にマゾ女のキスっていう連載をしてたり、はい、って感じです、はい、じゃあですね、はい、この後の展開はですね、CM を、お送りしたいと思います。はい、どうぞ。
輩、何を聞いてくれませんか。何でも聞いてこい。全然送りが取れないんですよ。なるほど、さすがじいさん。いや違うな、お前は顔が悪いんだ。お前はうるせえ。一番弟子の悩みを聞いてくれませんか。何をどうしたらいいか分かんないです。一番尊敬してる先輩の真似をしてるんだよ。お前の尊敬してる先輩は誰だ。もちろん五十嵐仁さんです。俺たちやっぱり60だな。はい、じゃあですね、はい、今さっき話してたあの今度、バーニングマンというですね、うん、イベントにこの間行ってきたんですけども、バーニングマン、はい、バーニングマンというのが、約30年前に、うん、サンフランシスコのビーチで、はい、できたイベントで、まあそのパーティーピーポーが、はい、オブジェを作ってその中で踊ってみたいなイベントで、だんだんと進化していき、そのオブジェもだんだん大きくなり、うん、世界中の第一線で頑張ってる現代アーティストさんたちが、まあ、大きいオブジェを作るんですね。で、お寺とか宗教とかそういったもの、まあ、寺院だったりとかそういうなコンセプチュアルなものを作るっていう題材があって、うん、でそれが、まあ、あの今は、アメリカのですね、ネバダ州の、はい、砂漠で、まあ 1週間ですね、そういうのを、はい、砂漠でした。砂漠で1週間過ごしてキャンプ張って寝て泊まって、で必ず水を持っていかないと死ぬっていう。だからその自分で持ってくの、はい、背中に3リットルの、水を入れてチューブでこうやって吸いながら。モデルさんとかは、モデルさんとかもみんなその状態装備して、はい、この間モデルも、はい、お会いした彼女、そうですね、彼女も行きましたね。あんな華奢なお嬢さんがそんなお水しょって行ったので、はい、で自転車に乗って移動して、で広さがあの、ディズニーランドの、僕の推測なんですけど、はい、100倍ぐらいですね。なんか端から端まで自転車で40分ぐらい走って、行き着くっていう。自転車で40分、はい、でしかも砂漠の中。そうなんです。でなんか時計のような地図になってて、はい、なんかその京都みたいに五番の目みたいな感じあって、うん、時計なんですね。何時、何分のどこどこ、ABC みたいな。あれだ、8時の方向とかそういうやつ。そうです、そうです、うん、でそのちょうどその地震の真ん中にあのマンっていうオブジェが立ってて、はい、その、6時の方向にあの天保って言われるなんか寺みたいなのが立ってるんですね、はい、それの、位置でみんなそのどこにいるのかっていうのが分かるようになってるんですね。うわー、なんかいい意味で原始的な、原始的な、そうなんですよね。それでみんななんか全裸でいる人もいるし、うん、なんかドラッグやりすぎでへたばってる人もいるし、うん、でなんかお金が使えなくて、でなんですかね、お金が使えなくてどうやって生活するんだっていう話じゃないですか、はい、でギブの精神っていう、なんか10か条ぐらいあってゴミは全部持ち帰るとか、うん、髪の毛を砂漠に髪の毛落ちても髪の毛を持って帰るんですよ。素晴らしい、 すごくて、でもうみんなすっごい徹底してるんですよね。でその土とかも外から持ってきたもんで高台とか作るんです、うんうん、でその土も持って帰って
土をそのまま置いていかないんですよ。もちゃんと持って帰るんですね。すごい。でその場所を現状維持するし壊しちゃダメなんで、だから普通だとその土を掘って高台にすればいいじゃないですか、うん、それしないんですよね、うん、だから他の土地から持ってくるんですよ。それっていうのはアメリカの考え方なんですか？バーニングマンの考え方、バーニングマンの思想なんだ。はい。その、はい、環境とかのを含めて、含めてその場所に対して愛、すごいな、はい、その場所を貸してもらえることに対しての感謝というところから成り立っているイベントで、僕は大きいそのですね、ジャングルジム、はい、縄のジャングルジムを作って。あれ縄でできてんの？はい。あ、画像いいですか？ジャングルジムっぽいやつを出してもらって。すごい、早く見たい、はい、見たい。赤縄でですね、これこれ縄で作ってるんだ。これ縄で作ってて、はぁ、みんなめちゃめちゃよじ登ったりとかしてて。登っても切れないの？これがですね、夜これみんな、はい、で出来上がった時にすごい、ちょうどみんなで登って、ね、めっちゃ見たいって言ってくださってる。ありがとうございます。見たいですよね、はい、だからみんなお水背負って行かなきゃダメだよ、来年行くとしたらってことでしょ。めちゃめちゃ面白いですよ。でそのバーニングマン自体が、うん、もうそういうギブの精神というか、うん、もうバーとかあるんですけど、バーオフィシャルで出してる店なんか一個もないんですよ。バーだからそのお客さんが勝手にバーを出すんですよ。バーを出しててでそのなんか物々交換なのかなと思ったら、うん、違ってただで全部配ってるんですよ。ギブの精神だ。はい。だからもうトラックの後ろにあの缶ビールをいっぱい持ってきてただで配るっていう、はい、至る所にバーがあってその感じで。でもそれってなんか文明の新しい考え方の一つとして、はい、あ、そうかもしれない。面白いですよね。はい。なんかお金があれば何でもできるって思っちゃいけないなっていう。そう、だから偉そうにしてる人たちも一人もいなくてみんな平等なんですよ。あ、本当東京タワーみたいって言ってる人がいるけど本当そうね、東京タワーみたい ね、 そうですね。この縄がですね、かっこいい。あ、この後ろの背景がそうですね、かっこいい。このもうお昼間が40度ぐらいなるのかな、はい、で寝る夜になると5度ぐらいになるんです。もう寒くてあのジャケットあの、うん、あれしたりとかして、うん、でそのあと乾燥がもうめちゃめちゃひどくて、パリパリ、もうパリパリ、手とかも割れてきたりとかするぐらいパリパリで。これ作るのにどのくらい時間かかりますかって聞いて。これはですね、うん、もう支柱立てるのに1週間ぐらいで、僕たちのクルーがボランティアスタッフを募集して、うん、30、40人ぐらい集まったかな。それで大体20人ぐらい来ててみんなでやって、これで24時間でできました。うわ、で朝7時ぐらいに来て7時ぐらいに終わったって、同じ時間に終わったって。すごい。その前の支柱立て1週間があっても。そうです、そうです。縄で24時間、はい、僕のスタッフたちが10人ぐらいいて、でこの中でこれがドームになってて中が、でその中で、ショーをやって、で外ではあの竹を組んで、純和風の金幕賞をやってっていう。で太鼓のグループが来てくれて、あの古道っていう、はい、あの太鼓のグループあるじゃないですか、はい、そこ の、 あの卒業生さんたちのなんかグループなんですけど、私その写真を見ました。誰かから送られてきて、はい、それですね。でまあ1週間そういったエンターテインメントをして帰ってきて、これの話聞いてみたかったんで、はい、ちょっと嬉しい。なんか画像あるだけ、これが和の賞ですね。わ、なんかある意味あれだ、さっき寺院とかね寺とかっておっしゃってたけど、はい、これもなんか古代宗教みたいでかっこいいですね。そうですね、生贄の儀式みたいじゃないですか。あ、そうやって捉えてる人もいるかもしれないですね。あの外人はそう思ってるんじゃないかな、はい、あの原始的な宗教みたいですよね。はい、じゃあ次。あら綺麗。これこういうねオブジェがいっぱいあるんですよ。へえ。どういう目的でどういうことで作ったのか謎なんですけども。へえ。こういうところで縛ってもやっぱ和の縛りっていうのがなんかあったりするんですよね。ああ、これいいですね、はい、これ素晴らしい。はい、これで終わりかな。そうですね、これで終わりです。はい、こんな感じで貴重な画像を見ました。ありがとうございます、はい。でまあ、あと10分ぐらいなんで告知をしていきたいと思うんですけども、はい、きのこさんからどうぞ。
あ、僕の方から。はい、じゃあなんかあの早巻きでパンパン行くんで。これですね、次のデパートメント H、11月4日に、ですね、サイバーロープでクリーニング屋をやるっていうショーをやります。クリーニング屋？クリーニング屋、はい、モデルを縛って干すっていう。うん、ああ、そういうことね。デパチっぽいかなと思って。面白いですね。はい、はい、じゃあ次。はい、でこれアバウト 100% ですね。縛られてるのは僕の人生初のセルフポートレートです。セルフポートレート？はい。で、まあ、これフライヤーなんですけど、うん、フライヤーのこの裏面お願いします。はい。これがですね、イベント内容で、僕、猫ひろしさんがメインゲストとして出て、ところどころでゴーゴードミナとですね、王様たちが、プレイを繰り広げる中、DJ さんたちが、音楽をガンガン流し、さらにですね、僕は、大人はさんと、ゆうげんさんっていうですね、はい、あ、ゆうげんさん懐かしい。ゆうげんさん、そうなんですよ。この3人でコラボして、なんか多分体張ったなんかね、面白い。きのこさんめっちゃ似合うね。そうなんですよ。あなた公家だったの、もしかして。前世、いやー、大人さんならそうだった。金箔 お笑い芸人となってますけども。金箔お笑い芸人。はい、まあ僕もたまにやりますからね、こういう、うん、はい、あのきのこさんのお笑いイベントって昔から定評あったよね、面白いの。そうです、ね、あなたはアートの時とお笑いの時の差がすごくあって面白い、はい、そうなんですよね、うん、あ、かっこいいって来た人がそのショーを見るとすぐファンを辞めていくっていう、うん、素晴らしい。それかもしくはそこで生き残った人たちは永久にファンになってくれるっていう。あ、そうかもね、精神の強い人が残っていく、はい、精神の強い。はい、はい、じゃあ、 あの神田さんの、はい、私もお願いします。あの私東京女子エロガ祭っていうのを、はい、安藤ボンっていう女の映画監督と、あと桃子春さんっていうデザイナーと3人で2011年からやってるんですけども、はい、あ、じゃあもう7年目7年目なんですけどね、はい、1年1回なかなかできなくて、はい、過去4回開催したんです、はい、で来年の3月に第5回目をやるんですけど、はい、さすがに過去4回っていうとね、作品結構溜まってて、うん、ノミネート作品が映像を17本入れて全部で59本もあるんですよ、はい、でそれをね、これは AV ですか？ AV じゃないんですよ、女性だけが、はい、出品する権利があって、その女の人が、はい、私はこれがエロいって思ったら AV みたいなものでもいいし、それは作った本人が、うん、出さなきゃいけない。そう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 、もうなんか見た人が良かったよって出す、どっちですか？本人が出す。本人が出す、うん、だけどグランプリをね、私たちが決めてもつまんないじゃないですか、うん、私の好きなものが残るだけですから、はい、なので会場には男性も含めていっぱい来てもらって、うん、みんなで投票してグランプリ決めるっていうことを過去4回やった。選挙、はい、総選挙で、その過去4回の作品全部を11月11日に高円寺パンディットっていうところでお見せしようと思ってまして。面白そう、はい、これね、ぜひ来ていただきたいなと思います。あの過去のエロガ祭の、様子の画像があるのでちょっと出していただいてよろしいでしょうか。はい、パチン、はい、これは、第4回の最後の表彰の模様ですね。ちょっと私がいたり、その隣はこの時ゲスト審査員で三幸三幸先生っていう官能小説書いてらっしゃる先生に来てもらって、はい、で隣がグランプリの方、グランプリの、はい、あの審査員特別賞グランプリ、そうなんです。で女性が、私はこれがこれこそ女である、これこそエロスであるって思ったら何でも出していいですっていうことでやってます、はいはいはい。であの今ね、ちょうどね、来年3月の分の作品を募集してまして、これ見えないね、これじゃね、作品を募集してます。はい、作品募集中、東京女子エロガ祭で検索していただくとホームページがありまして、はい、そこにあの作品の募集要項があるので、ぜひあの皆さん応募してください。我こそはエロスの作品作っちゃったよっていう人、はい、10月1日から11月31日、30日まで募集してますので、ぜひ振るってご応募ください。俺も出しちゃおうかな。俺も作ったやつがある。あ、女か。ちょっと切っちゃおうかな。切っちゃダメですよ。キノコを切っちゃダメですよ。そうですね、自分のキノコ。キノコのね、セルフキノコ狩りみたいな。はい。はい、あの作品お待ちしてますので、よろしくお願いします。私からの告知はそんな感じです。そんな感じですね。はい、
さあ、あと2分ぐらいで、今日も、あ、これですね。何これ。ですね、黒缶の、脚本の、はい、今度やる、ドラマで、伊勢谷友介さんを、イケメンの、縛ってます。縛っちゃったの。はい、あらー、はい、もうね、そのメインビジュアルで、縛りアートさせてもらってます。ちょっと奥さん、イケメン縛られちゃったですってよ。どうでした、はい、縛った感じ。縛った感じ、なんか、寝てました。気持ちよかったのかな。はい、まあ、僕なんかソフトに縛るのすごい得意なんで、あ、結構痛くないし眠たいなっていう。あの、緊張して硬くなられるよりその方が縛りやすいでしょ。そうですね。で、これリボンはなんか3種類のリボンで一応抑揚というか、なんかそうするとなんか縛ってる感が出るんで。見ましょうこれ。はい、まあ、これ縛ってるのは出てこないんですけど、このメインビジュアルだけですけど。いいすね、赤いいですね。ゲスママカラーだわこれ。嬉しい。ゲスママカラー、うん、なんかいろんな話できて楽しかったな、はい、今日は。あとこれ、大人はさんのお店で、はい、ショーやります。あ、アイコさんだ。はい、1周年。あ、ミラさんだ。はい、知ってる人いっぱい。知ってる人、そうですよね、うん、はい、もう画像ないですかね。終わり。あ、これですね、これちょうど海外で教えてる、あれなんですけども、ですね、はい、これはバンクーバーかな、月2回、はい、第2第4の火曜日に、講習会やってます、大久保で。あの、自分の、名前をググるとホームページができますので、うん、その案内で、4000円か5000円ぐらいで3、4時間、5、6人の、講師で教えてます。結構長い時間、はい、学べるんですね。今日も実はね、そうですね、これが月1回、縛りのサロンというですね、まあ、縛りたい人と縛られたい人がたくさん来て、とにかく縛りまくるっていう会です。ね、さっき、はい、今回神回ですってコメントしてくださった方あった。ありがとうございます。すごく嬉しい。はい、私もとっても楽しかった。本もまた出してくれてる、ありがとうございます。ゲスママ、ゲスママ、こっちか、はい、こっちです。ゲスママです。ゲスママ、ゲスママです。はい、ゲスママね。はい、でも、はい、これからゲスババになっていくんだけど。そうですね、うん、また、だ、勇気が出るかもしれないですよね。勇気、みんな勇気出してほしいな。自分もね、過酷で、うん、まあ、なんか、なんていうんですかね、なんかミラクルミさん、さっき出てたくるみさんが言ってたんですけど、はい、なんか暗い中で、はい、あの、中から始まるセックスするやつが一番変態だって言ってたんですけど、なんかみんななんかやっぱ変わってるじゃないですか。変わってます ね、はい、自分はなんか、あ、はい、なんか別に変じゃないなって。あ、ねえねえ、講習会なかなか行く勇気があって言ってくださったけど、はい、来てくださいね。行きましょう、はい、はい、楽しいと思います。はい、じゃあまた、はい、来月、お会いしましょう。おやすみなさい。